フューチャーするでしょ。コミュニケーションのやり取りだとか、そのやり取りで人の気持ち、見る側の気持ちによってはその様が全然違う光景に見えたりとか、そういうなんかギミックが俺あるなと思って、なんか例えば僕は昔工藤さんと一緒にうぬぼれデカっていうドラマを やらさせてもらったんだけど、その時にまあ僕はもう犯人好きになってしまうので、ね、
大きな未来、鈴木の提供でお送りしました。Thank you.